ジェームス・ホイト・ウィルヘルムは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、ハンターズビル出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。主にリリーフで、ナックルボールを投げ活躍した投手で、メジャーデビューは29歳8ヶ月と遅かったが、40歳を過ぎてからも安定した投球を披露した。1952年にメジャーデビュー。リーグ最多の71試合に登板し15勝3敗11。 西部、防御率2.43で最優秀防御率を獲得。新人王の投票では、ジョー・ブラックに次ぐ2位、MVP の投票でも4位に入った。また、同年4月23日には、メジャー初打席初本塁打を記録しているが、これがプロを通じて、唯一の本塁打となった。一時期先発を務めていた1958年9月20日には、 ニューヨークヤンキース戦でノーヒットノーランを達成。翌1959年には規定投球回をクリアして防御率2.19で2度目の最優秀防御率に輝く。1972年50歳の誕生日を目前にして引退。通算1070試合登板は当時の大リーグ記録。また通算143勝のうち124勝は救援勝利で、 これは現在でも大リーグ記録である。1985年、リリーフ投手として初めてアメリカ野球殿堂入り。また、通算150勝以下の投手としても初めての殿堂入りとなったほか、29歳8ヶ月からのデビューは殿堂入り選手の中で最も遅い。2002年8月23日に心不全のため80歳で死去。ありがとうございます。